はい、のうちです。今回は、コウジュンさんの一人完結型アコギフレーズレシピの、ベーシックテクニックの最後の、ようやく最後なんですけど、ナンバー13のハイブリッドピッキング基本練習をやってみました。で、やってることはハイブリッドピッキングなんで、本当はフラットピックを持って、あと中指と薬指ですか。で、ハイブリッドピッキングしなきゃいけないんですけど、ちょっとフラットピックが好きじゃないんで、今回サムピックで指をつけて、でも、中指と薬指っていう組み合わせは、変わらず、人差し指はちょっと封印して、やってみました。で、やっぱりそのナンバー11のオルタネートピッキングプラクティスが難しすぎて、ハイブリッドピッキングの基本練習もそんなに難しくなかったんですけど、コード進行の方が D A アド2で G で D で、後半が D マイナー A6 G アド2で、最後 A アド2、A6 の G アド2、この初めてのこのコードとかもいろいろ覚えられたのもすごい良かったっていうのと、やっぱこういう決められたパターンの弦を弾くっていうところがすごい練習になったっていうのもあるんですけど、ちょっとこれを終わったことで次からポップスの方に入るんで、ちょっと基礎練習もいろいろ練習しながら、ようやくやっと次のページポップスの001から進めていきたいと思うんで、またぜひよかったら見てみてください。で、今KGA コウジュンギターアカデミーの方でコンテスト、今回のが、バッキングのコンテストがあるんで、そちらの方もこれから練習して優勝できるように、ピックアップされるようにいろいろ考えてやっていきたいと思うんで、で、冒頭のそのこのコウジュンオープニングの方も、この前コウジュンさんにZoom のコウジュンギターアカデミーの方で初めてコウジュンさんにいろいろ聞ける機会があって、やっぱりそのゆっくりと、このゆっくりとした時にミスらないように、ミスることをちょっと少なく少なくっていうところで、リズムを下げてって下げてって練習した方がいいっていうふうにやっぱり教えていただいたんで、ちょっとそこら辺も自分の中で頑張ってこれから練習していきたいと思います。ぜひまた見てください。ありがとうございました。